さあ、ご飯の時間です。まずこれは、大根と人参とキムチを豚肉で巻いたものです。この辺ちょっとね、隙間が空いてるのは、つまみ食いしちゃいました。すいません。で、これは、卵白を泡立てて、ほうれん草と、なんだっけ、ヒノキを炒めたものですね。で、味噌汁、そうすけ、ご飯です。ご飯山盛りですね。それでは、いただいていきまーす。いただきます。これはキムチの味しますね。うまいな。今日ね、動画見てたら通常してて針が指に刺さったっていうのがあって、かなりびっくりしましたけど、やっぱり自分では外せないでしょうね。自分は通常趣味なんで仕事ではないと思いますね。そういえば小学校の頃、防波堤で通常施設で友達から投げた針が別の友達の耳たぶに刺さる、そういうアクシデントがあって、なんかピアスみたいになってたんですけど、彼が病院に行って取ってもらったみたいですね。
側だってすごく食べやすいです。初めて食べるな、肉巻きなんていうのが。最近ご飯がうまくてしょうがないでしょ。何でも食べれる。こういうのは中華料理屋であったらもう迷わず選びますね。今日のメニューとか知って中華料理じゃないんじゃなかなかつまらないんですよね。何を食べたい、これ食べたいになっちゃって
歯医者に通ってるんですけど、口の開く大きさが1月では1.8センチだったのが今2センチになりました。新しい耳のことですけど、大きいでしょう。やっぱりご飯は思いっきり頬張りたいですからね。だいぶ安くなってきました。ほうれん草なんかもね、安いですね。卵がふわふわ、腹減ってると
何もでもいけるね。よくものをパワパワ落とすんですよ。で、落とした股間がその自然に落ちて染みができちゃうんですよね。かっこ悪い。なるべく落とさない、落とさないようにじゃあ、一番いいと思ってるんですよね。これはこれでなかった。
最後の一個がたっぷりとつけて味を染み込ませて食べます。皆さんもいっぱい。それではごちそうさまでした。